今日はどこで、どこのラーメン屋さんでしたか。なんていうラーメン屋さんですか。ラーメン太郎さんですね。ラーメン太郎さん。はい。ラーメン太郎さんは別名マヤラーメンでいいですか。マヤラーメンですね。マヤラーメン。このトラックかっこいいですね。新型ですね。新車ですね。まだ下ろして、1ヶ月ぐらいですね。はい。オートマで。はい。ということで今日はトラックじゃなくてラーメン食べてきます。はい、行きます。豚のマークね。はいはい。神戸太郎ラーメン、神戸太郎ラーメンっていうとこですか。そうです神戸太郎ラーメン。あー、何がおすすめなんですか。餃子、餃子ですか。空いてる。自家製キムチ。ああ、どうか。まだ早いね。どうだ、これを食べたら、はい、ラーメンと、はい、温玉のせご飯、セット温玉のせご飯、麺の大盛り無料にしといて。はい、ラーメン言うたら、どのラーメン。ラーメン言うたら、これシンプルに、これがいいかな。じゃあ僕、太郎ちゃんラーメンで。太郎ちゃんラーメン。はい。あとご飯と。ご飯と。はい。麺も大盛りと。大盛りで。はい。餃子も。餃子も。キムチ食べ放題ですか。そう、食べ放題。うまい。すごいですね。こんなでっかいのに持っていてくれるんですか。うまいで、うまい、日本人に合うキムチがこれ。もう冷凍じゃなくて長いんですか。トラック歴は結構長いんですか。トラックはあれですか。トラック好きで、好きでしょ。そうでもないですか。あ、そうですか。嫌い。仕事嫌いですか。非常に助手席の方がいいね。まあね、僕の先輩になります。はい、
できましたね。今からご飯です。あれですよね、まあ、もうちょっとね、荷物も積み込んで、スムーズにできたらね、いいんですけどね。まあ仕事やら大変でしょうね。しょうがない。ただ今、4時ぐらいですか。昼飯とかいうより夕飯みたいな感じになってるんサービスなんですか。2時から何時やったかな。10時から19時まで。あ、10時から19時まではあ、14時から。あ、14時から19時、7時までか。餃子無料サービス3つ。今日
はこの今マヤから乗りましたけど、はい、どこから乗るんですか？山陽道は姫路ですか？今来たやつはミキジャンクションの方から。ミキジャンクション、うん、ああ。今の時間帯やったらまだね、帰り指名が渋滞するじゃないですか。はいはい、姫路の辺りが結構時間的にはあんまり余裕ないですもんね。そうですね、まあ、ね、オートマは楽ですね。でもオートマはね、クオンっていうやつですもんね。クオンっていうんですか今も。クオンかな。クオンですね、はい、クオンのオートマですね。車内紹介はゆっくりさせてもらいますわ。仕事は大変ですね。頑張ります。